おはよう。おはよう。到着です。おー。ダーン。ウェーイ。よーぼー。すげえ。すごいすごい。ちょっと行くとこんな感じになるんすね。ね。いや、道中そんなでもなかったでしょ。はい。急に。急にだ。ちょっと待って、表参道から誘拐されてきたこれね、あの事務所にいるときは分かんなかったけど間違えた間違えてるってちょっとや、なめてた。ウィンタースポーツ初めてだからね、分かんねえっすわ。表参道のカフェコーデなのよ家から出ないからないのよ、そういうなんかいい感じの服が。まあいいじゃない、どうせ着るんだした経験経験、まあ、買ったから、まあ、そう着替えるんだ。そうなの、そう関係ないよ今の格好は。まずこれ着替えてもう早速行くんすか。いや行こう、滑りに。飯食う、まず着替えたい。なぜなら表参道コーデだから。ああ雪だ。表参道誘拐コーデね急に乗せられたんでしょ車に何も聞かされず乗ったら軽井沢だった。でもめちゃくちゃおしゃれっすよ。え、雪との、うん、あの相性、相性いいっす。写真集みたい。寒さは尋常じゃないけどねあのちなみにここで転んでももう終わりだから気をつけて。試合は始まってる。いや心配なのよ。いや分かりますよ、明後日がね。そうだいぶ俺でも体幹爆発強いですからね。多分みんなびっくりするんじゃないかな。意外とこいつ滑れるよ。はい、到着ということで我々が買ってきた支給品となります。着替えてきます。おーい、できた？できましたね。完成です。イエーイ。すみません、すみません。入ってくるんですよ。これ、え？開けると。開けるの。いや、その前にあのデザインとかサイズちょっと違和感あるんですけど。え？だって柄も。なんか俺だけなんかファンタジーみたいな、そのなんか。ファンタジー？世界観違くないですか？マジっすか？見事ないですけどね。俺こんなイメージありました？え、でも。電話で確認して、じゃあこれで行くねって、あ、これで行くねってこれでした。で派手なやつで、もうちょっと違くなかった。こんな感じのテイストでってのは決めましたね。あ、これでっていうのは別に決定じゃなかったんですか。こんな感じのニュアンスで。方向性の話だった。はい。だって違くない。その方向性とも違くない。いや別に悪くないとは思うけど。いやいや可愛いよ。似合ってます。可愛い。でも違くない？思ってたのと？思ってたのとも違う。それは俺とのちょっと抽出不足というか申し訳ないなと思うんですけど。理解度が足りたな。でもすごくおしゃれだから。あと帽子のサイズはこれボケですか？ボケじゃ、ボケじゃないですか？帽子のサイズ。あの血めっちゃ止まるんですよね。あでもあ、あるあるあるわ。じゃあもう一個ある。あとダブルスタンバイしてるんです。なんで？行け行け行け。行かないです。ちょっと後ろ。え、これガチ、え、ガチなやつじゃない？頭割れんの？え？どっちきつい？一緒っす、一緒っす、一緒っす、きつさ一緒っす。え、おばちゃんどばちゃん、おばちゃんプロスキーヤーでしょ。いや、あの、確かに安心感はある一回見せてくんない？え、かっこいいじゃん。いや、だからこれ、あの、あれスキー、え、ジャンプとかやる人じゃないですかいや、でも、ごめん、本当申し訳ないんだけどこれしかない。そうなんです。どっちかなんですか。あとはもうレンタル。ああ。
違う人売っちゃう可能性があったんだから確かに。おもろに下げるのやめて。そう、まだ雪山出てないからかも、まだ。あ、そうだ、出れば雪山出て考えましょう、じゃあ背景、とりあえず飯食おう。そうっすね、はい、ご一緒にいただきます。発作が、発作マグナ。え、うまチキン入ってる。うまこれもうまそうっすね。美味しいよ。またチキンカレー、スパイティーチキンカレー。これ滑ってから食ったらもっとうまいんだろうな。滑れるかな。いや、ほんとそこだよね。あとミオさん滑れる。うん、まあどうなんだろう。でも取材とかそういうのでやってくれしかないからね。いや、ほんとちょっとクーマーが頼りですね。一応なんか先生もいらっしゃるから。はい、なんか先生いらっしゃる。先生いれば俺も転ばないなって。あ、でも山田も積んでるじゃん、そういうこと言うと。んなんか転ぶ練習みたいしない？転ぶときはめっちゃ練習じゃないですか。あ、それも感じてでもあシビアってやりたいですよ。言ってることやばいの気づいてますよ。マジやばいっす。それは。それちょっと判断か、現場で。いや、現場で判断の方がいいんですよ。もう絶対うまいと思いますよ、その後。うまそうな顔はしてますよ。そう。なんか、うまそうな顔は。でしょ？でもな、動画的に、まあ、誰か一人でもいいけど、なんか、ちゃんとかっこよく滑んないと、しまんないっすよ。なるほど。じゃあ大丈夫か。マジでおじいちゃんの飯見てるみたい。おじいちゃんって孫って感じ。本当だ。ただおじいちゃんの方がギャルっぽい服装。なぜか孫に準備してもらってる、うん、来てこれまだ一回も滑ってないって視聴者の皆さんも思ってるでしょ。飯動画終わったと思ったらまた飯動画かよ。こっからっすよね。うん、もう我々の日はまだ言って昼ですから滑ってから食うんじゃない。あ、そうだ、やっぱりだどこが悪かったかちょっと考えてみようか。何ですか？パーキングエリア時間かけすぎた。山田君が道間違えたところから物語始まってます。え、でもどっちって聞いて右、それ聞いて本当にって言って右って言って右行ったんですよ。いやだって2、30m 男女に降り立ってね、急に男女にブンって降り立って、ボス部屋の前に急に置かれるわけですよ、うん、でそれっぽい扉が2枚あって、どっち行くっつって右じゃないですか、じゃあ右行こうってなるじゃないですか。もうそこで仲間が言ったらね、仲間が言ったんですよ、ヒーラーが、うん、助手席なんてヒーラーじゃないですか。まあ助手だからね。そう、山田運転って予測の連続な。一言だけいいですか？ HiHiJets の YouTube チャンネル登録よろしくね。どうしたんですか？怖いな。怖これは。いや、実はこの間 HiHiJets と何話の丈一郎、何話の丈一郎達也さんと僕でなんかカードゲームして、負けたらその勝った人のチャンネルをそのなんか宣伝するみたいな。ちゃんと負けてんじゃん。負けたんでちょっとそれやんなきゃと思って。ねえ、勝手にかけられてるさ、こっちも。ああ、しょわれて。はい。勝手にしょわれて。しょわれて戦ってさ、負けてこっちで番宣って。うん、しょうがない。なんだこいつ。じゃあ温泉行くか。冷めてる、冷めてない。冷めた気がした。二段目マジであり。マジであり。滑ろうよ。今すっごい整っちゃって。まあ、気持ちはいいわ。これで温泉行ったら気持ちいいぞ。あの格好で滑ってるユッチ見たいでしょ。確かにそれは見たい。でちょっと滑ってきて。新しいツッコミ、新しいツッコミ何今の。なんだよそれ、なんだよそれ。ちょっと古いな。一
行きますか。行きますか。ごじゃあ、せーの、ごちそうさまでした。しごきどうしたんすか。行くぞ。よっしゃ。これむずいな。転びたくない、楽しみたい。大丈夫です。はい、まずい。はい、ちょっと上げる。あー、転べない。あ、あ、あ、しゃがんだだけ、しゃがんだだけ。